もくもくー、もくん。ふふん、今日はぬくぬくのこたつからお送りします。こたつって一度入るともう出られないよねー。あ、そうそう、こたつといえばみかんだけど、11月3日と12月3日はみかんの日なんだよ。ハッピーみかんデイ。家族でダイエーに行くときは僕がみかんを選ぶ係なんだ。いいみかんを選ぶコツは、ヘタの切り口が小さくて小ぶりで重量感があるものを選ぶといいみたい。皮の色が濃くてツヤがあるもの、皮と果肉の間には隙間がないものが美味しいんだよ。買うときの参考にしてみてね。みかんには抵抗力を高めるビタミン C がたっぷり、鼻や喉などの粘膜を健康に保つ β カロテンも含まれているよ。ここでみんなにワンポイントアドバイス。みかんは涼しくて風通しの良いところで保存してね。下の方のみかんは上のみかんの重みで傷みやすいから、時々上下を入れ替えよう。ワクワク。みかんはそのまま食べても美味しいけど、こんなアレンジ方法もあるよ。はちみつみかん、喉にも良さそう。じゃーん、なんとなんと、みかんを使ったおかずメニューもあります。豚肉とフルーツは相性がいいよね。どんな味がするんだろう。みかんはサラダにも相性ぴったり。酸味と一緒にシャキシャキ食感がたまらないね。ダイエー公式チャンネル。今日はみかんについていろいろ詳しくなったね。食べ終わったみかんの皮もお風呂に浮かべちゃおっと。みかん風呂でポカポカになるな。いい湯だな。あはは。みんなもぜひみかんのアレンジにチャレンジしてみてね。それじゃあ、まったねー。動画を見てくれてありがとう。関連動画もぜひ見てね。チャンネル登録はここからお願いします。お買い物はダイエーで。それじゃあ、僕はダイエーで待ってるよ。まったみ。